のお手紙コーナーはこっちだよ。紙とペンはここにあるからね。みんな自由に使っておくれ。お手紙が書けたらこのサンタさん専用ポストに入れてちょうだい。サンタさんへのお手紙をカフェのお客さんと一緒に書くなんて面白いアイデアだよね。これでいいのかちょっと不安でしたけど、結構にぎわってるし、まあいっか。お手紙たっくさん集まってきたわね。かのちゃん先輩とみーくんはもうお手紙書いた？まだ。なんか書きたいこと思いついたら書くよ。はぐみちゃんたちはもう書き終わったの？うん、さっきココロンとカオルくんと一緒に書いたよ。はぐみんちのコロッケ食べに来てねって。はぐみの家のコロッケを美味しそうに頬張るサンタさんの笑顔が浮かんでくるようだよ。はぐみもお手紙書いてて楽しかったよ。サンタさん早く来ないかなとか、どんなコロッケあげようかなとか。サンタさんも笑顔になったらみんながハッピーね。うん、お手紙書いてる人もすごく楽しそうだもんね。そうですね、準備した甲斐もあったというか。すごいわ、お手紙を書いてる人まで笑顔にしちゃうなんて。サンタさんは笑顔の天才ね。わあ、笑顔もプレゼントしてくれるなんてサンタさん太っ腹だ。確かにサンタさんのお腹は実に愛らしいフォルムをしているからね。きっとあのお腹には笑顔が詰まっているのよ。だからあんなに大きく膨らんでるんだわ。もう言ってることめちゃくちゃだよ。サンタさんが聞いたら笑っちゃうだろうね。ねえみさきちゃん、私たちもお手紙書こうか。ですね。さてと、何書くかな。